おはようございます。2018年6月,10 6月3日「古民家風の家最後の朝ごはん」じゃーん今日はますますシンプルになったチチーズーズトオンプチトマトトスプマのせいですはいご飯、冷凍いつもご飯を使ってるんですがついにその冷凍ご飯もがなくなりなんとかあったこの食パンとチーズ溶けるチーズをのせての朝ごはんです。 えー、今日も天気が良く、もうすぐ梅雨入りしちゃうので、この天気が良い,い日を、えー、爽やかに過ごしましょう。ということで、えー、皆さん今日も一日元気に過ごしましょう。古民家風の家マダムゴンでした。はい、いただきます。プワル茶と牛乳。